おはようございますかな、夜の9時半からですかね、試合が練習試合があります。まあ、この試合で、自分がこのチームに残るか残らないかが決まる感じになります。もうこの土曜日の今日の試合で、全てが決まるという感じです。僕、実際に昨日の練習では、4バック3バック両方やって、僕は基本的にはセンターバックの左のセンターバックか3バックの左の側のディフェンスのところでやりました。守備のところでしっかり間違えないようにプレーすることがすごくね、チームにフィットするためにはすごく大事なことなので、してすぐパチッとフィットできるようにプレーはしたいなとは思います。まあ、今までやってきたサッカーの経験値と、頭のところ想像すればね、うまくプレーはできると思うから、試合になると強度はガクンと上がるか、クッとね、上がるから。で、すごくこの辺の地域の選手たちは非常にフィジカルも強いのはよく感じたし、フィジカル能力とかそういうところは非常に高いかな。そのね、基準で僕もプレーしていけるし、しっかりと自分自身に自信持って、プレーしていきたいなと思います。よく自分の持ってる力を出し切って、日曜日の朝にね、日本には一回戻りますけど、その時にね、評価されて、戻ってこれるように、そういう環境づくりをできるようにね、自分自身もしたいなとは思っています。まあ、ありがとうございます。ではそんな感じで、今日の一言にしたいと思います。絶対ね、勝ち取れるように頑張ります。ではまた。